末田さん、チームということになりますと、なんといっても、もうあの日本一になった昭和34年につきますね。そうですね、やはりそうですね、はい、あの特に私は新人2年目の年だったから、はい、それほどそのジャイアンツに対して その悔しさっていうのがなかったんですけど、うん、まあ、中堅選手以上の方はかなりそのジャイアンツにやられてたというそういった過去がありました。そうでしたね、はい、なんとか巨人をという気持ちがあって、うん、まあ、勝てた時はやはり本当嬉しかったですね、うん、いや、それを中心としてちょっと南海ホークスのですね、チームの足跡というのをVTR でご覧いただきたいと思います。2リーグ分裂の4回のリーグ優勝を果たした南海ホークスも、日本シリーズでは巨人の前にことごとく涙を飲んでいた。5度目の対決となった昭和34年、入団2年目の杉浦は38勝4敗で投手部門のタイトルを独占。シリーズでも4連投4連勝の大車輪の活躍で MVP に選ばれた。鶴岡監督は5度目にして宿敵巨人を破り、悲願の日本一を果たした。まあ、杉浦さん、これを見てますといろいろと思い出されるでしょうね。そうですね、はい、まあ、あの思い出すと同時にここ何年間かね、優勝ができない、うん、しかもそのずっと B クラス続きだということで、はい、責任も感じます。それは置いといてですね、あの4連投4連勝で日本一になった時に、一人になって泣きたいとおっしゃった有名な言葉があるんですが、どういうようなあれだったんですか？それ僕自分がね、はい、そんなキザなことを言った覚えないんですけどもね、ただ気持ちとしてはそういう気持ちは確かにありましたから、うん、それに近い言葉を言ったかもしれませんけど、はい、自分ではちょっと覚えありません。ああ、そうですか。当時はですね、はい、やはりこう西鉄が非常に強い時でして、で、まあ、私の入った新人の年もオールスターの時に9ゲームか10ゲームぐらいリードしてて、はい、まあ、最終的にはもう西鉄に逆転された、うん、でそういう悔しさがあるもんですから、とにかく西鉄に勝ちたいっていう、はい、その気持ちの方が強かったんですよね。ですからその日本シリーズっていうのが、まあ、今でこそね、まあ、マスコミを含めてワイワイやりますけど、はい、それほど自分たちにとってはね、強いイベントだとはこう考えてなかったんですよね。そうですか。ただシリーズが始まって勝った時にね、その御堂筋パレードっていうのが行われまして、うん、それこそ大阪中の人があそこにこう集まったんじゃないかなというぐらい人出で、はい、その時に初めて、まあ、偉いことをやらかしたんだなっていう、そういう気持ちになってきたですね、はい、ですからシリーズに勝ったその瞬間っていうのは、むしろやれやれ終わったっていう印象が強かったです。まあ、それに尽きると思うんですが、これで南海ホークスというチームのですね、魅力っていうのはどういうところに感じられて入団されたんですか？チームの魅力っていうより、はい、僕ね、これ取ってつけたみたいですけどね、うん、僕小さい頃ね、はい、まあ、中学生の頃、僕当時山本さんって言われましたけど、はい、松岡さんのファンだったんですよ。 あのこう地味なチャンスに強いしぶといバッティング、こういうのが僕好きだったんですよ。でいうことで、まあ、松岡さんに誘われた時にはもうここしかないっていう感じで、松岡さんの魅力に惚れて入った、そういった感じですね。ああ、そうですか。まあ、そういうことでね、南海ファンになられた方も非常に多かったと思うんですけれど、まあ、西本さんに聞いてもこんながめついチームなかったねっていうことをおっしゃってましたけれど、それがねチームカラーにもなっていたように思うんですけれど、それ個性がありました ね、はい、ね、まあ、100万ドルの内野陣とか400フィート打線とかいろいろと言われましたもんね、あの当時。確かにこう、はい、個性的な選手が多かったですね。それがこう非常にこう親分の松岡さんの、はい、まとめ方がうまかったもんですから、うん、がっちりこうスクラムが組めたということでね、まあ、今後またそういうね魅力のある一つチームを作っていただきたいと思います。もう作りたいですね。そうですね、はい、これで今日はもう本当にね超満員の人が大阪球場とそれから南海ホークスに、別れを告げたんでありますけれど、まあ、私もあの学生時代レフトスタンドでね杉浦さん立って西鉄戦を見たのを思い出しました。あ、そうです、はい、まあ、杉浦監督がファンの皆さんに挨拶をされました。そしてその後トランペットが夕闇迫った大阪球場に、悲しげにですね尾を引いて球団旗が下ろされました、そのフィナーレの模様をですねテレビを見ながら、もう一度振り返って、そして、今宵は静かに南海ホークスに別れを告げたいと思います。どうもご苦労様でした。ありがとうございました。本当に長い間
して最後まで温かいご声援本当にありがとうございます。まあ、今シーズンは出足の7連敗というのが最後まで取り返せずに結局 B クラスに終わってしまったことを深くお詫び申し上げます。さて来年より平和大球場を本拠地としてホークスが生きていくわけなんですけれども、まあ長嶋君が引退したときに読売巨人軍は不滅です、まあこういった言葉を使ったわけですけれども、ホークスは不滅です。ところ福岡に移しますけれども、今後ともますますのご声援お願いいたします。ありがとうございました。行ってまいります。